センスなセンスを磨け OB ディレクターの藤でございます。日焼けの順です。うちです。久しぶりですね。サルもいるだろ、後ろに。はい、もう一人いくだろ。あれ、花輪もいるわ。いますいますいます。出ました。見守ってくれてる。見守ってくれる。みんな真っ黒ね。そうですね、もう洋服も黒いんで余計に黒く、サイサイサイ半ぐらいの感じですかね。もうちょっと何度かやらせていただいておりますが、はい、オビーを代表するアイテムだということで、はい、多くの方から引き続きご要望もございましたので、今週の日曜日、今週日曜日、はい、25日日曜日ですね。はい、はいはい、22時に再販決まりました。ありがとうございます。ブラックデニムのセカンドタイプジャケットと、はい、その友字のデニムが再販となります。はい、なんといってもお値段は据え置き32,000円、ジャケットありがとうございます、デニムが23,000円、ありがとうございます。そのまま安い、税込みでしょ。いや、そうなんですよ。やっぱ安いね。いやー、これ今考えたらちょっと安い、ちょっと安すぎるね。ね、今思えば安いね。あ、めちゃくちゃ安いよ。だって動画これまで2本ぐらいもう撮ってるんだけど、うん、概要欄にももちろん URL は貼っておきますが、はいはい、岡山さんのもう本当に超高品質なファブリック、はい、デニムを使ってじゃないですよね。岡山さんではございません。岡山さんって人が作ってるデニムだよ。もう取っちゃってないですか。取っちゃねえよって場所は変わるよね。長くなっちゃうから。長くなっちゃうから。久しぶりで。工場もすごいんだって。いや、そうなんですよ。あの工場自体は仙台の方の工場なんですけど、もともと L 社というか某ね、某某バイスの、はい、某バイスの某バイス、ね、90年代から2000年代の初頭ぐらいにメイドインジャパンを作ってたんですけど、うん、まあその工場でお作りしておりますので、生地はラグジュアリーブランドとかが使うような岡山県産の 13.5 オンスのデニム、うんなんですけど、作っている工場はゴリゴリの言ったらボーバイスのアメリカを象徴するデニムといえばという、そういった工場でお作りしてますんで、いいミックスがなされている。なるほどね。だからある意味荒削りだけど生地はすごくいいんで、履いていく経年変化の仕方とかは非常に上品で大人の履くデニムになっていると。いいとこ取りだ。いいとこ取りをさせていただいて、これを作った時に友達のスタイリストの子から言われたのは、らしいと、らしいと、このアイテムが一番 OB らしいとその時言ってくれた。もうそれはもう忘れもしない。へえ、あ、そうなんだ。はい、フッチがよく知っているスタイリストさんで、スタイリストさん、はい、それが僕がめちゃくちゃ嬉しくて、ずっとそれをこうまあ胸にそうなんだ。そうなんですよ。その方はセットアップで持ってらっしゃるの？持ってないです。持ってないかい。いや、それもう買えないって。買えないです。あ、そうか、買えないんだ。はい、はい、でもあのリースとかねしていただいたりして、はい、僕もスーパーヘビロテしてる、はい、そうですね。毎年毎年着てるんで、これしか着てないもんね、毎日。そうなんですよね。気づいたらこれだもんね。これしか見ない。まあ日本人の人でブルーデニムのセットアップを着るのはなかなかやっぱり難しかったり、なかなか難しいですね。するじゃないですか。このブラックになると急に男らしさと、なんか大人なそういう雰囲気がセットアップでこう出せるっていう、ブラックっていいなっていう、そういうのをこう感じながらいつも着てるんですけど、もちろん縦糸はブラック、横糸はホワイトなんで、こう履いていくうちにやっぱりこう経年変化の感じっていうのがちゃんとこう愛着も出てくるし、自分のものになってくるっていう、それをこう感じてもらいながら着てもらいたいなと、何年も何年も育て上げて着ていただきたいなという、そういうものでございます。愛着はいけるね。時代を超えてほしいですね。そういうことでございます。久しぶりに出ましたね。時代を超えるデニム、それなんか当初出てたね。え、当時なんか出てた、言ってた、覚えてないよね。時代を超えていくってなんか俺言ったような気がするな。いや、認定したいってこと。ああ、そうですね。いい言葉ですね。帯のヴィンテージみたいな、僕は本当にこう10年20年経った時に、あ、これ帯のヴィンテージやみたいな、そういうなんか洋服になってほしいなっていう、そういう思いも込めてお作りさせていただいているという感じでございます。
ジャケットに関してはセカンドタイプでございまして、はいはい、当時からよく言われてたんですけど、セカンドタイプでブラックって本当に多分あんまり見ない、うんうん、それもあって自分も欲しいなと思って作ったっていうのもあります。で、形はもちろんセカンドタイプなんですけど、オリジナルとは違って、はい、現代のその着やすいように、うんうん、丈をちょっと長くしたりとか、ね、はい、身幅広げたりとか、はい、肩少しドロップさせたりとかっていう、そういう形に仕上げております。かといってすごいオーバーサイズっていうわけではないん で、ね、まあ、大きく着たい方はサイズワンサイズアップしたりとか、まあ、ジュンさんみたいにこう、うん、もうそういう感じですね。サイズコントロールで、はい、選んでいただくっていうのがいいんじゃないかなと、はい、ちゃんとセルビッチも入れてますんで、これはパンツもそうですが、はい、ジャケットに関してもこれ前立てのこの裏の部分とかっていうところもセルビッチを入れさせていただいております。こういうところ、こういうところはやっぱこう本当にこだわりのやっぱ男心をくすぐるポイントになってるんじゃないかなと、はい、うん、パンツに関しては501とはまた別なんですけど、501ぐらいスタンダードにこう着れるような、うん、そういうまあ形にしておりまして、レングスも30のレングスに合わせてるっていう感じなので、うん、長すぎず短すぎずっていう、日本人にはもうジャストレングス、そうですね、はい、身長皆さんそれぞれ違いますけど、お直しなしでしょうか。お直しなしですね、はい、うん、だから全然お直しなし、ちょいオリーブとかね、はい、いいもんね。そうそう、あとはスニーカーと、うん、ちょいオリーブ、そうですね、のスタイリングで腰の位置で遊ぶって感じ、はい、そうですね。僕は基本的にまあルックもご覧になっていただいて分かると思うんですが、基本はちょっと上目綺麗、ね、胸の下ぐらい、そうだね、かなりハイブスだとしたらバストアンダーでしょバストアンダーだからこうだっお尻と太ももが大きい純さんでも、そうそうそう、全然クセルで全然、はい、ウエスト捨てで、はい、いけると、ちょっと捨てますけど、タックインしても全然こうウエストのそのちょっと寄りなんかは気にならないぐらいですよね。全く気にならないですね。そうですね、綺麗に履けてると思います。はい、タックインしてももちろんアウトしてもどちらでもまあバランスよく着ていただけるっていうものにはなってますんで、うん、パンツに関しては、うん、はい、はい、セパレートで全然楽しんでいただいてもいいですし、セットアップで着ていただくっていうのがまあより帯らしさが出るんじゃないかなっていうふうに思っておりますんで、うん、3万2000円と2万3000円ですから合わせて5万5000円でございます。5 5でお願いします。5 5だそうですこれ乗っからないじゃん。危なかった、危なかった、騙されると思ったよ、騙されると思った、危なかったですよ発売日に関しては改めて25日日曜日ですね、日曜日ですね、はい、22時に、発売をさせていただきます、はい、ジャケットを22時に発売させていただきます、はい、デニムに関しては22時10分ずらして販売をさせていただきます、はい、サイズに関しては M、L、XL の3サイズ展開ですね、ですね、はい、金曜日久々のライブ、はい、久々のライブでございますけど、23日の金曜日にはライブもやらせていただきますので、はい、その際にまた新たな、はい、改めて確かに花輪くんが登場すると、あ、そうですか、そこで多分 M サイズをしっかり見ていただければないかなという感じでございますんで、 M、L、XL のサイズ感はライブでしっかりとご覧になっていただいて、コメントなんかもいただいてその場で質疑応答ね、ライブでね、はい、いただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。ということで、はい、今回はですね、帯代表作でございます、ブラックデニムジャケットとブラックデニムご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。僕らもブラックです。日焼けします。